こんにちは、ナビゲーターのももです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は、スーパースターを擁しながら低迷が続いているロサンゼルスエンジェルスの低迷の原因について徹底解析、海外メディアの反応です。今季の開幕ダッシュに成功し、一時はアメリカンリーグ西地区のトップに立っていたエンジェルスだが、現在は首位ヒューストンアストロズに 14.5 ゲーム差と水をあけられている。この状況を受け、米メディア、ザ・アスレティックは3日、下位打線が絶望的でチームの負担になっているとの記事を掲載した。まず、エンジェルス打線の特徴に関して、上位打線の4人はオールスター、あるいはその可能性を秘めており、そのうち2人が、間違いなく史上最高の選手だ、と記述。さらに、同チームが低迷している要因については、それ以外の5人を挙げ、ほぼ半分が自動的に、アウトになるラインナップだ、と評価している。さらに、同メディアによると、エンジェルスのフィル・ネビン監督代行も、明らかに下位打線が苦戦していると現在の課題を指摘しており、現地2日には、2016年ナショナルリーグ盗塁王のジョナサン・ビアーを獲得したが、そこに少し戦力を加えるのは助けになるほかないと話していたという。今季、シカゴカブスで46試合出場しているビアーは、打率点.222、2本塁打、15打点、6盗塁、オップス、598という打撃成績。優れた数字ではないが、ネビン監督代行の発言によると、今回のビアー獲得は状況が好転しない場合、何らかの変更を加える用意がある、とのメッセージでもあるという。また、今季の打率がわずか167というアンドリュー・ベラスケスは、自チームの上位打線を球界トップクラスと表現した上で、プレッシャーは常にある。もっとうまくやれというプレッシャーは常にあるんだともコメント、僕たちは彼らのために塁に出たいと力を込めている。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、もも宛にお気軽にコメントしていただけたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には、PDF レポート、ヒット商品、開発の裏技をお送りいたします。